小学校まではねあまり違わないですねもうあんまだから女の子だからねとかあんまりもう言わない方がいいと思います高校は大学入試はねちょっと違うんですけど体力とかがでもまあやっぱり小学校6年生の男の子と女の子見たらねあの女の子をなんかつまらないことに時間を過ぎるんですよなんか髪の毛とか可愛いものにでもそれは結構大事なのでまあそういう気を使わせながらちょっと気使うってことですかねでもやることは一緒ですからうん 習慣すするまででに、ね、結構辛いんですよだからねやっぱりねスケジュールをやっぱ1週間もまず立ててねでそれちょっとね頑張ってやってみてでそれでねその次の1週間で微調整してでそれが大体いいかなと思ったらもうそれを死守するそうしないと習慣がしないですよ。 いや子供がストレスかかるっていうのはね、まあ、勉強させすぎてるとか睡眠が足りないとかあの動きが足りないとか、まあ、そういうことがあったりするのでね、まあ、なんでストレス溜めてるのかなっていうことと塾のことはちゃんとやらなくちゃいけないわけだから塾のことをやらせたらあとはもうほったらかすにしないとそのあと余った時間をねごちゃごちゃさせすぎなんですよ10時間も全くししてました。だから例えば早めに宿題が済んだからねあ、こんな早く済んだったらもう一つやったらとかそういうことは一切言わなかった。子供たちはだかからら。早く終わりますよね、遊べるから そういう風にしてましたから、ストレスまあ、結構子供に聞いたら、もうストレスだらけだよっ,って言うかもしれないけど。<noise> まずやる気にさせて勉強させようっていうのは無理なんですよ。だって、やる気にしなさいって。そんな無理でしょ。そうじゃなくてやる気になれるような教材を目の前に。出す。 例えば5年生でも今やってる5年生が死ぬの,うの自分が難しいと子供が思ったらね前出してやれってだっ,ってでき分からないんだからやる気出ないじゃないですかだから分かるような教材を目の前に出す大体いいできるのをね7割でできないのを3割ぐらいにした問題だったらやる気が出るるるるんんんでででですすすすよよさん方はねねきき問問題を3割できない問題を7割割ななない出すんですよそうすると、ね、やる気なくなるんですよ。 だからそれなのにやる気を出せと言うからやる気とかいう、ね、あの精神的なものから責めたらね子供はねそれは潰れますよ。声かけてはね声なんかかけて勉強するんだったらこんな楽なことはないですから。<noise> あうちはなかったんですよね、えー、でもまあ反抗期っていうのは結局はねやっぱりね思春、あのーまあ、的にどうとか思春期がどうとか言いますけど、まあ、そんなのね関係なくて。 基本的に親に反抗する時には、まあ、親が例えば本当に誰かと比較するとかね、変な怒り方をするとか点数のことばかり言うとかで子どもに関して言えば点数が上がらなくて受験が近づいてくるという時に大体反抗しますよね。だからこ多分子もの気持ち置き場がなくなくるんでしょう だからまあ反抗するんだったらあ点数やっぱ一緒にこう上げてあげるっていう小学校の時は特にねできるのでしないといいけないですよねだうちはだからも子どもたちに小学校3年ぐらいの時にね長男と全員呼んでね4人でね集めていやどうやら世の中にはね反抗期っていうものがあるらしいけど、まあ、はんあの反抗しても全然構わなくてママのことクソババとか言っても全然いいけど反抗してもいいけど勉強してねって。 言ってたんです反抗してるから反抗期だからって勉強しないって、ね、言い訳してる子供が腐るほどいるけどそれは違うよねって反抗しながら勉強しなさいよって言ってたんですよ。そししたたら、ね、反抗しなかったですね、うん。意味がないから、ね、で子供たちに「反抗期なかったよね?」って今でも聞くんですねそしたら「いや別に反抗することもないし反抗しても意味ないしな」みたいなこと言ってました。<laughs> お母さんがこんなに思ってるのになんであったら勉強しないのってそれはねいやそんな思われてもなって話になるでしょ言葉を尽くしてお母さんはこう思うけどこうなんだよねってずっと言い続けてきたので言葉をよく喋っててねそうすると子供もねあママはこういうことが嫌いなんだなとかこういうことしちゃねダメなんだなとかここがママの地雷なんだなとかね臨界点とかわかるわけですよ友達もやりたくても我慢する疑いために人間って言わないとわからないからまあそれはならないです 子どもが自ら勉強するようになるわけないからさ私,私が手を抜かないっていうことですね。 いやまあそれはひたすら合格目指さないといけないんですけどこの時期はね78で夏休みになるでしょ夏休みを有効に使う時にはね基礎学力がないとね有効に使えないんですよやっぱちょっとレベル上がってますから内容がだから C56 で5年の例えばの漢字が苦手だとかあつこの算数がね理科のね例えば中和がとかねそういうの,あの穴があったらね7月8月生きていけないので6年生はだから C56 でその穴を全部埋めておくっていうのが今6年生の仕事じゃないですか まあ女の子はね、女の子らしいっていうところがあったりして、まあ、髪の毛をね、あのゆっくりこう丁寧にするとか洋服はノーとか言っていたりするんですけどね男の子はね、髪の毛洗ったら終わりみたいな感じなんですけど、まあ、そこらが多少違うなと私も女の子一人ですけどね思ったんですけどいやそんなことは無駄でしょうっていうのもねそれは違うなと思ってそれが無駄なことしなかったらもうちょっと勉強に時間がああのできるんですけど、まあ、お兄ちゃんはそんなことしなかったよっていうことはまあ言わずに。 まあ、そういうことをだ。女の子は女の子らしく、あの大事にしつつ勉強させるっていう感じにしてました。で、女の子は意外とでもね。話してくれるんですよ。男の子なんからが何も話さない。何が起こったか分かんないですけど、女の子はね。よく一緒にお風呂に入ってね。いろ話してくれましたね。まあ、女の子とはよく話したらいいんじゃないですか？ 中学入子に関しては英語は勝負じゃないので国語と算数でねあとまあ理科と社会なのであ特に算数なんか積み上げないとねできないんで英語なんかやってればじゃないんですよね国力が大事ですよでね小学校2年生で英語をしてもね小学校2年生の、ね、日本語レベルの英語は喋れないですから英語って母国語より下ですからねだからそんなことに時間費やしてると、まあ、中学受験には対応できないですよねここでやりますから今はね 集中できるような教材を出すということですね。長い間、あの、集中できないですから。まず集中しなさいっていう言葉は出さないということですね。 集集中中しななさいいいってて言われでできる人間はいないですよやる気と集中力とモチベーションもうその3つお母さん大好きだけどもうそれだけ3つ揃ったら子供はもうそらばすごいですけど大好きなんですよ。うちの子やる気ないとかうちの子集中力ないとかうちの子モチベーションがないとか言うんですけどねいやそれだけ揃ったらねいいけどそれは精神的な問題だから精神的な問題から責めても何の解決にもならないので。 だから目の前にだからやる気を出して問題を解くんじゃなくてやる気が出るような問題を出したら解けたらやる気が出ますから集中できるような問題を出してそして集中させる自然とねモチベーションも目の前の問題が解けるようになったらあどこの昆虫中学校行きたいなとかモチベーションできますから親のの体調の悪い時はどうしたらいいですかそう親は寝たらいいだけなんです、ね。<laughs> <laughs> ママ体調悪いからちょっと寝るわって言って寝たらいいんですよ。<laughs> なるほど。うん、私がね、なんかちょっと体調が悪いとか、って、ね、ちょっと、まあ、ほとんど体調悪くなかったんですけど、うんうん、なんかちょっと、ちょっとママしんどいわとか言ったら、<laughs> みんなね。へっ うれしそうな顔して隣の部屋でわーいとかで遊んでました。そうななりりまますすねねあのにんこい感じそれでなんかね一番下の娘がねお前ちょっと聞いてこいとかで向こうで言ってるんですよお兄ちゃんたちが娘がちょこっと来てね「ママ大丈夫?」とか言ったら「いやもうちょっとしんどい」とかだかたら娘が急いで向こう行って「ママまだしんどいって」とか言ったらお兄ちゃんたちが「わーい!」とか言って喜んでねもうね見ましたよ私は。 母親は体調を崩しちゃいけないってことですね。そういうことですね。すねねなるほど。<laughs> 体に気をつけてね子育てしてほしいです。チャンスという感じですね。子供はチャンス。<laughs> なるほど。みんなそうなんですね。ねそうなんですね。